最速女王決定戦、早速登場者の皆さんご紹介いたしましょう。タイムも短くできるんだよっていうようなことをおっしゃいませんでしたかね。打角がね、やっぱアウトインアウトを使うと打角をやっぱ減らせるんで。あ、さあ始まりました、テリー土屋の車の話。すみません、またテリーさんがどうやらいらっしゃらないみたいで。テリーさんいつまで行ってんですか。コニー伊藤が1ヶ月旅行に行った1ヶ月も行ってんです。すみません本当に、はい、ね、はい、今日は何なの。今日は、今日もですね、はい、本庄さん来ましたよ。お邪魔しておりますが、はい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 、今日はですね、はい、第2回最速女王決定戦を行いたいと思います。来ましたよ、早くも早くも、はい、以前ね番組で学生自動車部の女子に特化した最速女王決定戦を行ったじゃないですか、はいはい、で今回はねその枠取っ払いまして なんで取っ払っちゃったんです。もう、はい、世の中の全女性を対象とした、はい、最速女王を決める大会を行っちゃおうと思います。ということは今日はね盛り上げるために、はい、実況としたなんと実況と、ここにも実況っぽい人いますけど。いやそうですよ、私、はい、もっと鋳造じゃダメなの。もっとすごいちょっと実況もっとすごい。ちょっと待ってそれなかったら私だからテリーさんが旅行に行ってなかったら結局今日呼ばれてないってことですか。いやいや お前ら本当にどうしろよマジで前日にすぐ電話かけて空いてますかって空いてるけどよあるだろ順番ってのが、はい、まあね、うん、じゃあすごい実況のまた一応言ってください、はい、呼びたいと思います、はい、アナウンサーの佐々木正弘さんです。よろしくお願いします。はい、りました佐々木正弘でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一流呼んじゃったの。一流呼んじゃったの。いや、とんでもないとんでもない。もう横にあの土屋健一さんがいるだけでですね、はい、ドキドキしてまいりますね。いや何やそれ、滑舌がまずい。一文字一文字が伝わってくるんですね、うん、いやなんか小庭さんにそう言われると嬉しいですね。やっぱお前とは違うね。だからそう言うなって土屋さんダメなんだって言っちゃ、ね、第2回最速女王決定戦、早速登場者の皆さんご紹介いたしましょう。どうぞ、はい、レーサーの皆さん、あ、決まってますね。やっぱりかっこいい。決まってますね、さすがですね。まずはですね、はい、女性ドライバー限定のプロレースシリーズ、はい、共助カップっていうのがあるんですね。結構有名ですよね、はいはいはい、でこれで2戦連続で表彰台を獲得したという、はい、沖縄が生んだレーシングドライバーです。こちらです、尾長美希さんです。すごい、小川さんは相当若いんですけど、うん、キャリアをお持ちだって聞きましたが、カートからレーシングカートから乗ってるんですけれども、4歳から乗っていますのでキャリア的には21年21年。ちょっと僕の経歴超えてくれるのやめてもらっていいですか。僕まだ20年ちょっとなんで。そうですか。強情でね、もう強情か。2000連続かつって大変ですよ。大変ですよ。大変なんだ。大変です、はい、大変です。これは強情カップすごいんですよ。レベル高いんで、めちゃくちゃ、はい、そうそうたるメンツで、もう本当にすごいです、はい、続いてまいりましょう。続いて去年の表彰台登壇率は自己最高の 65% に達しました。座右の銘は諦めたらそこで試合終了というですね、レーシングドライバー猪爪杏奈さんです。すごい。ということは2人は同じフィールドで戦ってるってことよ。あ、競争カップ、そういうことですか。去年まで一緒に戦ってました。あ、そうですか。じゃあもう今日バチバチで。はい、ちなみに一言も喋ってないよね。今喋ってるんですよ。そして最後ですね、前回の自動車部女子最速女王です。見事優勝を手にしました、現役早稲田大学小林真央さんです。真央さん。真央と申します。よろしくお願いします。どうよ、真央。プロみたいな2人。いやもう緊張しちゃって、もうなんかあのレーシングスーツとかヘルメットもなんか全然もう違うし、まあ真っ白だもんな。募集してますよ皆さん、募集してますよ、はい、お願いします。スポンサー募集してますからね。お願いします。ルール説明いきましょうか。ルール説明ね、はいはいはい、さあそれではですね、はい、今回のルールを説明いたします、はい、出場者の皆さんには順番にこの本庄サーキットのコースで一周一発勝負のタイムアタックを行ってもらいます。ただし助走としてまずは一周して2周目に入ったところからタイム計測を行います。うわーこれだ、まあ、アマチュアからプロに至るまでそういう予選アタックです、はい、最終的に最も速いタイムを叩き出した出場者が第2回最速女王決定ということになります。いいですね、いいですね。
これ土屋さん順番出ましたけども、はい、まあ、改めてこう最初の方がいいのか後の方がいいのかっていうと、まあ普通に考えて一般の車ですからこれ、うん、一般の車っていうのは大体1回走るともう水温も4も上がるんですよ、うん、だからイノシシが一番有利なあ、そうなんですか。イノシシはエンジンも油温も水温も上がってないからエンジンパワーは 100% 出るんですよ。あ、なるほどね。で2番目3番目の方がセーフティーモードが入るんで、イノシシ有利。今僕普通に人の話を聞いてるんですよね。そう、動物だから猿と犬とイノシシがある話を聞いてますよね。イノシシとはずっと何年も一緒に仕事してんの。そうなんですか、イノツメさんとも、はい、そう、イノシシと生活してたのかじゃないですか。イノシシとマウとウミンチュってもうなんか本当ですよ、はい、はい、そしてでこのレースのね、はい、レポーターをね、はい、はい、じゃあご紹介させていただきましょう、はい、スーパー GT のレースクイーンとして活躍してます江崎ロアさんにお任せします。はい、さあお願いします。よろしくお願いします。走り屋姉ちゃん、走り屋姉ちゃん、はい、走り屋姉ちゃん、走り屋姉ちゃん、なんか顔が緩んでますよ、ね、いやだから言ったじゃない、ほわんとそうですね、女子最速決定戦ですからね、はい、だから走り屋姉ちゃんも走ったっていいんだよ。あ、そうですよね。あ、なんかね、レースに登場する予定があるんですって。そうなんですよ、私車好きで今日もインプレッサー乗ってて、普段ちょっとシルビアとかも乗ってて、普段メカニックやってて、今年はちょっとドライバーラリーで予定があるので、空いてたら走ろうかな。あ、この3人より早かったらどうするの。佐々木さん、番組のコーナー潰すのやめてもらっていいですか。まずいです、まずいです、本当に。世界で最も歴史のある24時間耐久レースといえばル・マンでありますが、これは土屋さんがクラス別で優勝も果たし、そして総合でも2位になったという輝かしい経歴がありますが、一方今日の本庄サーキットで行われます、最速女王決定戦では時間にして1分で、あと7分でどうやら走れなくなるみたいで、すいません、なんか早速参りましょうか。ね、第一走者の猪爪さんの準備ができたようでございます。はい、ここからはコース上からドライバーの皆さんにインタビューしていきたいと思います。まずは第一走者の猪爪選手に意気込みと聞きたいと思います。どうでしょうか。イノシシらしくちょっと相撲を進んで頑張ります。まあ、1周目ですよね、まず土屋さん、1周目のね、この出方、まあ、アウトラップだから、はい、で気温も路面温度も高いので、はい、それほど気にする必要はない、うん、だから、イノシシはできるだけ温水温を上げないように1周回ってくるんですよね。なるほど。やっぱね、温水温が上がっちゃうと、はい、エンジンのセーフティーモード入っちゃうからね。はいはいはい、なるほど。してみるとやっぱ面白いですね。本当さっきと本当結構傾斜なだらかでありますけど、傾斜だから、うんうん、最初の1コーナーのところとかもね、意外とちゃんとアクセル踏まないと。そうですね、うん、このね、わあ、あ、入ってきましたよこれ、ね、さあ最終コーナーから全開、ここから全開ですね、はい、さあスタートいたしました。どういう結果が待ち受けているでしょうか。ガンガン飛ばしていますが、お、ガッグンブレーキですね。ブレーキが少しねやりづらいっていう話をちょっとしてましたけどね。この部分はねガッグンブレーキになっちゃうんですね。ああ、ガッグンブレーキっていうとこうカタンカタンになっちゃうっていう。もういきなり四輪がブレーキかかるから、そこを使わないようにしないと。そういうことなんですね。あんたちゃんなんかいろんな車乗ってきてますからね、そう、対応力は ね、そうそうそう、あったらこれを一周でその対応していかなきゃいけないっていうところにね、はい、また難しさが、ね、それができるのはやっぱ土屋さんレベル。いや、そうですよ。おー、でもすごいすごい遠赤乗り方、相当な馬力出てますか。なかなかいいぞ。さあ、これどうだ。さあ、どうでしたかね。なかなかいいよ。いや、よかったですか。うん、なかなかいいよ、まとめてる、うんうん、あの走りもなかなかスムーズだったようにね、見受けられましたが、最後やっぱ遠赤ね、しっかりギリギリのライン使ってね、来ましたね、最終コーナーのところ。いや、タイム的にはそこそこいいと思うよ。そうですか、うん、これ一発目からタイムによってはプレッシャーかかりますね。そうですね、2番目、3番目、うん、では続いて第2走者、早稲田大学なんと建築学科に在籍しているという小林真央さんの挑戦です。まもなくスタートです。はい、続きまして第2走者小林選手にインタビューしていきたいと思います。小林さん、意気込みをお願いします。
はい、プロの方々と同じ条件で走らせていただくっていうことですごく緊張しているんですけど、まあ、精一杯自分のできる限り力を出して頑張ろうと思うので応援よろしくお願いします。さあアタック入ります。ああ、いよいよです。あ、すごい走ったね。音を聞かせスタートしました。さあ、いよいよスタートであります。得意なスポーツはというと、小林真央さんはやり投げが得意だというふうに言ってましたが、どういう関係があるのかは分かりません。最近北口遥さんがね、注目するんですよね。そんな中で、彼女はどういった心境で今レースに臨んでいるでしょうか。なんかでもいい感じで、あ、ちょっと、あ、今ちょっと弱かったですかね。柔らかい感じで入りましたけどね。プレッシャーかかってるかな。先ほど挨拶の時にですね、2人を前にして緊張してますっていうふうにね、はい、言ってましたよね。さあどうか。まあ、ケースとしてはここですね。あ、そうだね。この最後の S 字。あ、でもいい動きだな。そしたら直線に入って、ここだ。出したか。ここまでブレーキできるか。滑らしたな。悪くはない。そうですね。どうだったですかね。悪くはない。悪くはない。ただイノシシの方がスピードは乗ってるかな。ダンロップコーナーの手前のここがちょっとやっぱ気になりましたよね。そうだ ね。ちょっと打楽が多いかな。一発勝負ですからね。イノシシの方がね、こう逃がすんだよね。そうですよね。ふっと行ってました、ね、そう。ということで、第2走者の小林真央さんまで終了しました。では続きまして、ついにラストを走るのは第3走者の尾長美希さんです。沖縄出身、キャリア21年を持っています。どうなりますか。まもなくスタートです。はい、続きまして第3走者尾長選手にインタビューしていきたいと思います。尾長選手、意気込みをお願いします。はい、一生懸命頑張って思いっきり力を出していきたいです。氷上で2連勝すごいですよ、ね、氷上レースで2連勝しているというそのプライドにかけてもね、ここは一つ頑張りたいところですけれども、第3走者っていうのは結構第1走者、第2走者にかけて、あ、すごいな今、あ、タイムアタック、フリーになるのかフリーになるのか。さあ、いよいよタイムアタックスタートです。長くをね、抑えたね。外から一気にインに向かって入りましたが、一番外側から行ったっぽいですね今ね。今までの3人の中で、以前土屋さんが、はい、アウトからインに入った方がタイムも短くできるんだよっていうようなことをおっしゃいませんでしたかね。打角がね、やっぱアウトインアウトを使うと打角をやっぱ減らせるんで、あ、そのコーナーの打角よりも大きな打角で曲がれる、うん、まあ、だからできるだけコースはいっぱい使った方がいいっていうのはありますよ。ただここの場合は、はい、その最終コーナーに関しては、はい、じゃあアウトインアウトが早いかっていうとそうでもない、うん、あー、そうなんですか、はい、さあいよいよゴールですがどうなんでしょうか。綺麗だな、綺麗だな、どんなもんだ。今ゴールであります。ちょっと抑えすぎたかな。ですかね、ちょっと綺麗に行き過ぎましたかね。丁寧な走りだったですね、はいはい、最終コーナーちょっと抑えすぎかな。最後のカーブのところでも先ほどはね、第2走者の場合はきしむ音が聞こえましたけれども、はい、一切そういう音は聞こえてきません。だから丁寧に綺麗に走ってますよね、うんうんうん、さあ結果がいよいよこのホワイトボードに書かれている結果が出ました。まず感想を聞きましょうね、はいはい、私もガンガン攻めたんですけど、最終コーナーでちょっとアンダーステアを出してしまって、うん、収束できなかったのでそれだけちょっと悔しいです。イノシシの場合はハンドルは切ってんだけど曲がってくれない、曲がってくれない、あ、なるほど、それできしむ音がこうね響いちゃったのね。そうですね。海地の場合はスーッと曲がってったでしょ。スーッと言ってましたね、綺麗に見てました、ね、だから最終コーナーをここの目の前ですけれども我々の打角で変わってきますよね、こういうアンダーパワーの車ってね。打角を切れば切るほどパワーは落ちる、うん、あ、そういうこと。じゃあ第2走者ね、小林真央さん
走る前にね緊張してるっておっしゃってましたけれども、はい、どうだったんですか。やっぱり前回はその同じような顔見知りがいたりだとか、まあ、同じ学生だったりとかっていうので、まあ、安心感ある中で、まあ、走れたんですけど、まあ、プロドライバーの方とってなると、ね、ちょっとどうしてもはい、あの運転してる時にこう余計なことを考えてしまったりとか。どんなこと考えたの。あ、いや、なんかどれぐらい差が出ちゃうんだろうとか。そうそう、これだから他人のねタイムを知らないで走るというのが土屋さんね、難しいところですよ ね、 そうですね。さあ、それではですねラストに走りました尾長美希さん、はい、感想を一言。はい、あの最初練習させてもらったんですけど、その時は結構リアがしっかりしてる感じだったんですけど、まあ、一番最後ってことで、まあ、リアが非常に動きやすいあの車っていうバランスであのアウトラップで感じたので、まあ、突っ込んででいけるなって思って、うん、なんで、まあ、攻めていこうって思って、うん、まあ、ちょっとコントロールしながら合わせてたんですけど、まあ、攻め切れたかなと思います。あ、そうですか。攻め切れた。なんか納得してますよ、うん、ねえ、ね、やっぱ21年のキャリアがやっぱ表情で、ね、やっぱり 優勝者のなんかコメントっぽいな。さあ、いよいよタイムでありますが、はい、広瀬アンナさん、はい、どんなタイムか。52秒45。はい、土屋さんがおっしゃってた52秒台が、ね、52秒台出ましたよ、うん、はいはい、ね、前回優勝した時の小林さんがね53秒言ってたんですよね、はい、52秒台でした。その時は52秒いくつかだった。じゃあ近いですか、うん、近い、ね、さあ、じゃあ第2走者であります小林真央さん、行ってみますか。真央真央と呼び捨てにしていますが、果たしてタイムはじゃん、あら、54秒177。ね、緊張のちょっと時間かかっちゃいましたね。ご本人のコメント通りのやっぱりちょっと土屋さん、もしかしたら結果になったかもしれませんよね。だから真央の場合は突っ込みすぎてブレーキがタックンブレーキ、あ、入っちゃったっていうブレーキの仕方だったよね、うん、だからそれがこうタイムに現れてるよね。難しいですね、本当に。さあ、じゃあ民中行きますか。さあ、ここは気になるところだ。納得したレースだったというが、5! 5! 2! 9! 9! 早い、すごいですね。第3走者でですよ、土屋さん。普通は3番目が一番不利なんです、はい、タイヤは垂れてるわ、エンジンはセーフティーモード入ってるわ、うん、だから大体3番目だと15馬力ぐらい落ちてる、はい、だからやっぱり最後の最終コーナー見てても海地の方が打角が少なくて綺麗に立ち上がるっていう、だからパワーのない車の走らせ方を知ってる。うわー、なるほどね。わずか 0.16 秒ぐらいの差ですよ。そうですね、すごい。もうちょっといけたなって思うんですけど、もっといけたな、この走行の中ではまとめきれたかな。そうですか、すごい。52秒前半は早い。52秒前半はやばいですね。この喜びを一番に伝えたい方はどなたですか。やっぱ沖縄のみんなに、みんなに、ね、あとスポンサーの皆さんに、うん、ね、ということですね、はい、決定いたしました、はい、第2回最速女王決定戦、優勝したのが尾長美希さんです。おめでとうございます。王者です、王者です。味噌商品いただきました、ありがとうございます。これでライセンスもしっかり守っていきたいと思います。ありがとうございます。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。